妄想に勝るものなしです。そうですよね、終わりさん。さすがレイジ君、妄想の素晴らしさについてとことん語り合おうじゃないか。投資能力に興味がないだと、師匠として監督責任能力に欠陥があったようだ。さてレイジ君、壁の向こうのパラダイスについて君ならばどう妄想するかね。会話を聞く限りではいいように保管できてしまって、僕の頭の中は大変な状況になってます。おそらく全員が泡まみれになっていると妄想しますが。ほっほー、それもなかなか悪くない。だがしかし、もう一歩踏み込んでみようとは思わないかい？踏み込む？どういうことですか？それはだね、肩車でこの塀を越えて俺たちが加わることさ。終わりさん、それはダメです。終わりさん、妄想にとどめるんじゃないんですか。いや、俺はそんなこと一言も言ってないよ。やっぱりこういうのは自分の目で確かめなくては。ダメです、こんなことをしたら確実に捕まりますよ。そんなにレイジ君が止めるなら仕方ない。直接観測よりも妄想の方がいいとは、君もなかなかだね。妄想している分にはノーリスクですからね。それに尾張さんの見解もお聞きしたいですし。お、俺の話は長いぞ。まずは浅野、ちょっと待って。なに、素直にサイズを白状する気になったわけ？そうじゃないわ。さっきから男湯の様子おかしくない？ひょっとして私たちのこの会話を盗み聞きして喜んでいるんじゃないかしら。それありえるわね。オワリ最低、イルカ最低、ついでにレイジも最低。ところで最近の日経平均株価なんだが、二人はどう思うかね？なあ、日経平均株価か。あれは目が離せないな。我が輩も気にはなっていたのだよ。なんか大変そうですね、日経平均株価。ついつい長居してしまったね。我が輩若干のぼせて座ったぞ。でも疲れが取れた気がします。家や事務所ではシャワーで済ませちゃいますし、こうやってちゃんとお湯に浸かるのはいいですね。女性陣はまだ風呂から出てきていないようだね。ちょっとここで休憩していこうか。
せっかくだからフルーツ牛乳でも飲んでいこう。これは俺のおごりだよ。ありがとうございます。さすが分かっておるな世界。ありがたく頂戴しよう。やはり銭湯といえばフルーツ牛乳に限るな。体内に宿る魔力がチャージされていくのが分かるぞ。お待たせ。いや、いい湯だったわ。極楽極楽。ごめんね、ターニャンが眠くなっちゃって着替えさせるのに時間がかかっちゃったの。フルーツ牛乳飲むのだ。あんたたちフルーツ牛乳飲んでる？これはオワリさんにおごってもらったんです。そうなの？ずるい。確かに社員全員におごらないのは不公平ね。オワリ、私たちの分も。そこそこいい感じ。あ、そう、そこはダメよ。あんた、何やってんの？おや、浅野、見てわからないかい？俺は今、マッサージ中なんだよ。そんなの見てわかるわよ。けど、そうじゃなくて、なんでワールドプログラムのカーソル移動のコマンドみたいなこと言ってんのよ。気づいたようだね。そりゃ気づくでしょ。明らかに不審だもの。いっそこのまま変質者として交番に突き出したいぐらいよ。ワールドプログラムのカーソル移動時に発する音声コマンドのアイディアは、実はこのマッサージチェアから生まれたのだ。俺は常々銭湯で湯上がりに座るマッサージチェアでワールドプログラムの音声コマンドについて考えていたんだ。その時ふと自然に発した言葉が、そこそこいい感じ、そこはダメよ、だったわけだ。マッサージチェアに座ったって普通はそんなこと言わないでしょ。それはどうだろう。よし、試しにいるか、マッサージチェアに座ってみてくれないか。うん、任せておけ。これは、ほら見ろ。何を見ればいいんですか。わからなかったかい、イルカの規制の違いが。わからんわ。さすがだな世界。我が輩驚いたぞ。我が輩の中に眠るビーストが解放されたようだ。自分でやってみないとわからないな。世界さん、今度はユーナがやってみてもいいかな。もちろんだとも。さあ座ってみたまえ。果たしてユーナの口からどんな声が漏れるのか非常に楽しみだよ。どんな声が出るんだろう、楽しみだな。
が止まっちゃったよ。おっと、もう時間が来てしまったみたいだ。そうなんだ、残念だな。やはり時間制限があるとゆっくりしていられないな。予算さえあればマッサージチェアを基地にも導入しようと考えていたのだが、そうすれば女性陣の声も聞き放題だったのに。ほんと、どうしようもない代表ね。さてと、基地に戻るとしようか。ああ、それなんだけど、私と優乃は直接家に帰ることにするわ。ここからなら近いしね。あ、でもお姉ちゃん、ターニャをどうするの？そんなの、お世話係に任せればいいでしょ。ほら、レイジ。はい、わかりました。じゃあねー、今日は楽しかったわよ。ってもう昨日って言わなきゃダメな時間だっけ。おやすみなさい。我が輩も基地に一時帰還はせず帰ることにしよう。終電が近いのでな。レイジ君、君はどうする？直接駅へ行きたければターニチカは俺が運ぶが。いえ、今晩は事務所に泊まろうと思います。今から家に帰るのもなんだか面倒ですし。ふん。何かまずいですか？いいえ、何もまずくないわ。ただふーんと思ったからふーんと言っただけ。悪い？それじゃ基地へと戻ろうじゃないか。あなた、まだ仕事なの？いえ、もう切り上げて眠るところです。どこで眠るつもり？ラウンジのソファーですけど。そう、ラウンジのソファーもいいけれど、少し幅が足りないのではないかしら。はあ、確かに寝返りを打って落っこちたこともありますけど。でしょ？たまには広い場所で体を伸ばして眠った方がいいと思うわよ。まあ、そうですね。だから3階で眠ればいいと思うわ。え？ほら、せっかく仮眠スペースが空いているのに使わないのはもったいないでしょ。何よ、黙っていて。私の提案に何か不満でもあるの？それともやっぱりお世話係としてタチアナのそばで眠りたいとかかしら。まさかあのテントに潜り込めるとは思わないけれど、タチアナを引っ張り出して添い寝なんてことを。ちょっと待ってください。おかしな想像を膨らませないでくださいよ。
夏美さんの提案はすごくありがたいです。そりゃあ3階の方が広々してて体を伸ばしてゆっくり眠れますし。でも夏美さんはいいんですか？いいに決まっているじゃない。そうでなかったらこんなこと言い出さないわよ。何よ、私と同じフロアで眠ることをそんなに気にしているの？あなたって自意識過剰なんじゃない？私はあなたが言いようがいつも通り平常心よ。わかりました。じゃあそうさせてもらいますね。賢明な判断だわ。どうも。眠る前に少しだけ話をしない？はい、別に構いませんけど。大騒ぎをしているような気分だわ。ほら、仮想世界での出来事もあったから。そう思わない？そうですね、仮想世界の出来事とはいえ僕たちにとっては実際に体験したことですからね。毎日大騒ぎしてますよ。夏美さんは大変だったでしょ？騒がしいのあまり好きじゃないみたいだし。そうね、確かに騒がしいのは得意ではないわ。みんなで集まってワイワイ騒ぐなんて本当に苦痛でしかなかったわ。でも自分でも不思議なのだけれど、この数日はなんだか楽しかったような気がするのよ。今日、昨晩のバーベキュー大会だって準備の時からワクワクしていたわ。こんな楽しくて賑やかな時間がずっと続けばいいのにとまで思えたのよ。でもね、楽しいと思えば思うほど私の中でブレーキがかかるの。こんな風に楽しんでいてはダメだって、みんなとはある程度の距離を置かなければって。私にとってはこのジャッジメント7の仲間が全てだから。だったらブレーキなんてかける必要ないじゃないですか。普通に仲良く楽しめば。分かってるわ、分かっているのよ。でも怖いのよ。あなたは一例のこと誰かから聞いているの？一例？何ですかそれ？そう、聞いていないのね。ま、誰も話したがらないわよね。一例、一ノ瀬レーナ。1年前までジャッジメント7でディレクターを務めていた女性よ。私は一例のことが大好きだったわ。誰よりも信頼して姉のように慕っていた。でも一例はもういない。ある日突然消えてしまったから。仲間がまた突然いなくなってしまう。そんなことになったら私はきっともう耐えられない。だからみんなで楽しく過ごせば過ごすほど
なんだか怖くなってしまうのよ。不安でたまらなくなるの。黙り込んで。何か言おうと思ったんですが、かける言葉が見つからなくて。そう。軽はずみな言葉を使われるよりはマシだわ。あなたにしてはいい選択だったんじゃないかしら。夏美さん、ありがとうございます。褒めたつもりはないわ。最悪な気分にならずに済んだことを評価したまでよ。ところで、この前アンジェラスに行った時に好きなイラストレーターの話をしたわよね。せっかくの機会だから画集を見せてあげるわ。え？それって夏美さんの聖域に入ってもいいってことですか？バカ、そんなこと許すはずないじゃない。ここに持ってくるから待ってなさい。それでね、この絵の素晴らしいところはここのタッチの繊細さなのよ。やあ、おはよう。二晩連続でお楽しみのようだね、レイジ君。は？ウォーリさん、違いますから。こんな状況ですけど、いかがわしいことは何もありませんでしたから。別に隠す必要はないよ。ジャッジメント7においては社内恋愛は自由だ。むしろ推奨するぐらいだ。どんどん行っちゃいなさい。やめてください。あれ、私、どうして？まさか私、ここで眠ってしまったの？夏美さんからも尾張さんに説明してください。昨夜は画集を見せてもらってただけだって。私をこんな展開に持ち込むなんて。さすがはラノベ主人公男、油断したわ。それでぶっちゃけたところ、どこまで行ったんだい？どこまで行っちゃったんだい？どこにも行ってません！本当の本当に！オワリさんの想像しているようなことは何もなかったんですから！
じゃあな、後で眠ってもいいから、とにかくこれだけ食べちゃおうか。はい、口開けて。なんなのだ。いいぞ、じゃあもう一口いっちゃおうか。夏美さん、どうしました？タチアナが幼稚すぎて呆れていただけよ。いいね、なんだか実写版のラノベを見ているようだよ。え？どうしてですか？そのキョトンとした顔がたまらないね。本当に気づいていないとしたら、君こそまさにラノベの主人公だよ。オワリさん寝不足ですか？ああ、実はそうなんだよ。昨夜はほぼほぼ徹夜で作業をしていたからね。ワールドエンドヘブンのプログラムですか？いや、そうじゃないよ。俺がやっていたのは、おはようございます、イルカさん。あ、もし朝食がまだでしたら一緒に。しゃーっそー、朝食などと言っている場合か。その様子ではお前たち何も知らないのだな。その寮の眼を開いてとくと見よ。今この東京で起こっているとんでもない現象だ。今回のこの事件ですが、目撃情報が相次いでいるにもかかわらず、現在のところ写真や動画などでの実際の映像が存在しないという点から、何らかの錯覚ではないかとの見方も強く、そいつは随分と妙な話だね。今時そんな変なものを目撃したら、とりあえずスマホかなんかで撮影するのが普通だろ。それがどうやらカメラなどで撮影しても、そこには何も映っておらんようなのだ。これは実際の目撃者に書いていただいたものです。このような JK の文字があちこちのモニターに表示されている模様です。あれって、今のところ目立った被害や混乱が出ている様子はありませんが、原因の解明が急がれます。今のマークって仮想世界で見たのと同じものよね。そう見えましたけど、イルカさんどうなんですか？目撃者が記憶を頼りに書いたものだから完全に一致ということはないが、それでも同じものと考えて間違いないだろう。イルカ、一応確認するが、君が犯人ってことはないんだよね？ワールドエンドヘブンのプロモーションのためにあの JK マークを広く流出させたってことは？バカを言うな、世界、いくら若いでもそこまではしない。そもそもしたくったってできないぞ。いや待てよ、ひょっとして我が輩の秘めたる能力が開花したのか。ネットワークに介入し好きな映像を表示できる能力。
クラッキング、シャドーゴースト。まあとりあえずその線はなしで考えてみようか。可能性があるとすれば、誰かがイルカの PC をハッキングして JK マークのデータを奪い、広く流出させたということなんだがね。そんなことをする意味がわからない。そもそもあのマークの存在を知っていたのは俺たちだけのはずだ。とにかくこれは放置できない問題だ。浅野と優乃が来たらすぐにセブン評議会を開くとしよう。それまでにハッキングされた形跡がないか調べよう。ま、ここのネットワークに外部から侵入することは不可能なんだが、一応念のためにね。一体どういうことかしら。さあ、僕には想像もつきません。お子様はこれだから困るわね。私はてっきり終わりの仕業かと思ってたけど、違うんだ。当たり前だ。プロモをかけるにしたってタイミングが早すぎる。まだゲームはほとんどできてないんだからね。イルカの PC の方は調べておいたよ。もちろんハッキングされた形跡はなかったがね。そんなの当たり前なのだ。世界が作った変態セキュリティプログラムを突破して、この基地のコンピューターにアクセスなんて不可能だからな。我が輩はサブちゃんへの書き込みを調べてみたぞ。早速専用スレが立っていたからな。今のところ JK がジャッジメントナイツの略だってことに気づいている人はいないようね。ジャッジメントナイツどころかワールドエンドヘブン自体まだどこにも情報を出していないから当然であるな。でも実際に JK マークはあちこちに出ちゃってるんだよね。これってどういうことなんだろう。それに写真や動画で撮影しても何も映らないっていうのが不気味じゃない。なんか噂だけが一人歩きしてるみたいでさ。ありゃ、なんだか怖いのだ。でもまだただのいたずらって可能性もあるし。そういえばジャッジメントナイツってそもそも何なんだろう。ワールドエンドヘブンに登場する悪の組織だってことは前にイルカさんに聞いたけど、実際はどんなことするのかな。ああ、それは俺も聞きたいと思ってたとこなんだ。前に話した時はまだ詳細が決まってなかったはずだからね。イルカ、あれから少しは設定を詰めたのかい。うん、当然だ。すでにジャッジメントナイツの設定は我が輩の中で完璧に固まっている。その行動原理からメンバーのトイレの回数までな。
JK ことジャッジメントナイツは新作ワールドエンドヘブンに登場予定のサイバーテロ集団なのだ。13人の天才ハッカーで構成されており、東京に対して大規模なサイバーテロを仕掛け壊滅させようと企んでいる。彼らはまずスカイツリーを占拠し、そこから特殊周波数の電波でもって東京を中心とした首都圏の電子機器を無力化、さらには遠隔操作を行い首都機能を麻痺させる。最終的には某国のミサイル施設にハッキングをし東京に向けて発射させるのだ。彼らが作戦を行った証拠として、ハッキングしたコンピューターの画面には必ず JK マークを残すのがチームとしての特徴となっており、そのマークは首都消滅作戦が開始される11日前の8月1日深夜0時から人々の目に触れるようになる。実はここには面白い仕掛けがあってな。東京の各地に出現した JK マークの位置を衛星軌道上から観測すると、東京に巨大な JK マークが浮かび上がるという演出も用意してある。彼らの首都消滅作戦は8月12日のスカイツリーの謎の点滅事件から本格的に始まる。実はこの点滅はモールス信号で日本政府に最後通告をしているんだがな。それから1週間の間に都内の主要交通機関と金融機関、医療機関などの首都機能の無力化、そして8月19日にミサイル投下となっている。だがしかー、驚くなかれ、彼らの真の目的は長い。退屈な話は終わったのか。コンピューターの画面に JK マークが表示されるという点は、イルカの考えた設定とこの怪事件は同じだけれど、それ以上はエスカレートしそうもないわね。スカイツリーの占拠に、ミサイル施設にハッキング、挙句の果てに首都消滅だなんて、あまりに荒唐無稽でありえないことだもの。でもイルカさんの設定だと8月1日から JK マークが出るんだよね。さっきのニュースでも8月1日の深夜からって言ってたよ。偶然かな。そういえば新世界で JK マークが出現したのも確か同じ日付だったと思うが、この奇妙な一致を偶然と片付けるのは無理がある。あの人たちに聞いてみたらどうかな。あの人たち？うん、ほら、新世界で助けてもらったでしょ。出口さんとみやびさんだよ。彼らなら何かを知っているかもしれないわね。今回の怪事件の他にも少女 A のこととか、それを狙う組織のこととか、聞きたいことは山ほどあるわ。問題はどうやってコンタクトを取るかよ。私たちにはその方法がないわ。よし、ならば我が輩がテレパシーで呼びかけてみよう。残念だが圏外だ。いやいや、県外とかそういう話じゃないですよね。最初からできないって分かってましたよね。レイジーよ、奇跡とは願うものではない、起こすものなのだ。残念ながら僕はイルカさんが起こす奇跡をまだ見たことがありませんけど。言うようになったではないか。それでこそ我が弟子。あの二人に会うにはカフェに行くのが一番早いと思うんだ。ダメみたい。カフェエグジットなんて喫茶店どこにもないよ。とりあえずカフェがあった場所にでも行ってみるかね。行ってみても何もないんじゃないかしら。
あの場所にそんな喫茶店があればもっと前から気づいているはずだし。まあそうなんだろうがね、ちょっとばかし確かめたいことがあるんだよ。あれを試してみるいい機会だし。じゃあ案内を頼むよ。レイジ君、俺とターニシカはそのカフェには行っていないからね。確かこの辺りだったよな。そうね、黒服の男たちに追われてこの路地に逃げ込んですぐだったものね。やっぱり何もないわね。ま、こんなことじゃないかと思ってたけど。待て待て、結論を出すのはまだ早いよ。何するんですか。まあまあ落ち着いて、今スイッチを入れるからさ。レイジ君、ボイスコマンドでワールドプログラムを起動させてくれないかい。はい。チェンジザワールド。オーワリー、さっきからあんた何やってんのよ。ワールドプログラムを起動させて何の意味があるわけ。わざわざこんな場所まで来て、またなんかエロいもん見せるんじゃないでしょうね。実はワールドプログラムを改良して新世界の風景を表示できるようにしたんだよ。ゼロに帰る君でバックアップしておいたデータを元にね。ちょっと待つのだ。ゼロに帰る君にそんなバックアッププログラムが仕込まれてたなんてターニャは聞いてないのだ。おいおい、俺がターニチカの PC を破壊するだけのプログラムの作成に3日もかかると思ってたのか。ほとんどの時間はバックアッププログラムに割いてたよ。知らなかったのだ。それじゃワールドプログラムの機能を使って新世界の風景を表示させてみるぞ。どうかね、レイジ君、何か見えるかい？見えます。カフェエグジットの看板と扉がそこに。これは？どうやら指紋認証用のスキャナーのようだね。ものがどうした？ほら、悪者！レイジを離すのだ！そうしないと世界が相手なのだ！いやあ、タニシカ、人の了解を取らずに勝手にそんなことを言うのはどうかと思うよ。レイジは世界の会社のアルバイトなのだ。だから世界が助ける義務があるのだ。早く行って悪者を倒すのだ。あれれ、ひょっとして出口さん？
静かにしていろ。誰かに見られると厄介だからな。中へ入るんだ。ほら、早く。来ちゃうと思ってたんだけど、思ったよりも早かったわね。早すぎだ。しかも入り口の前であんなに大騒ぎされちゃ、こっちの活動に支障が出る。まあまあ、来ちゃったものは仕方ないですよ。あれ、それ私の拳銃。もしかしてそれで彼らをおとなしくさせたんですか。どうせレプリカなんだ、借りても問題ないだろ。レプリカ。そうそう、ロックにあるディスカウントストアで買ったのよ。コスプレ用品売り場にあったから思わずね。警察でもあるまいし、そんなホイホイ本物の銃を持てるわけないでしょ。あんな脅し方をして悪かった。だがこちらとしても早急にあの場を収めなければならなくてな。まあ、こうしてここにたどり着けたわけだし、ゆっくりくつろいでいってね。それじゃあ改めてと、ようこそカフェイグジットへ。とりあえずご注文をどうぞ。これ現実で行ってみたかったんだ。うん、ミッションクリアって感じね。ねえみんな、お腹空いてない？マスターこと出口さん手作りの特製カレーなんてどう？うちのおすすめだよ。今なら食べていけ。心配するな。君たちから金をもらおうなんて思ってないし、そもそもここは本当の喫茶店じゃない。別にビビではないか。そんなに辛くないし、これなら私でも普通に食べられるわよ。甘口でいてちゃんとスパイシーさもあるなんてすごいわね。おいしいのだ、おいしいのだ。甘口チーズの2人が問題なく食べられて、なおかつ辛いもの好きの俺やイルカをも納得させるとは。ちょっと、その甘くチーズって私とタチアナのことでしょう。勝手な名前をつけてくくらないで。いやー、これはなかなかのカレーだよ。ぜひともレシピを教えてもらいたいものだね、ミスターイグジット。レシピにも守秘義務があってね。残念だが教えられないんだ。じゃあここでたくさん食べておかないとね。出口さん、ユウのおかわり欲しいな。我が輩も頼む。タニョも。私ももらうわ。それにしても君たちが無事に現実世界に戻ってこられてよかったよ。そういえば、君たちのところには少女 A がいただろう。黒服たちに追われることはなかったのか。それが。わいせつ男？少女 A といい、またすごいネーミングね。
モザイクイコールわいせつ。あの危機的状況でこのネーミングをひらめいた自分を褒めてやりたいね。ユーノたちは現実に戻ってこられたけど、 A ちゃんは大丈夫なのかな。もしかして現実でも黒服さんたちに追われたりしてないよね。それがまだ少女 A は発見されていない。何せどこからアカシックにログインしたかも不明だからな。現在彼女のことは私たちの組織でも捜索中よ。アカシックに取り残された可能性も考えて、現実と仮想世界両方でね。少女 A のこと気になると思うけど、彼女のことは私たちに任せて。でも僕たちも少女 A のことが気になります。何か手伝うことはできませんか。ユーノも A ちゃんのこと心配だよ。早く見つけてあげないと黒服さんたちに捕まっちゃうかもしれないし。そうなのだ。ターニャは現実でもブラックメンに追いかけられたからな。きっと少女 A も怖い思いをしてるのだ。そうそう、それに私たちがのんきにしている間に黒服に捕まってたりしたら目覚めが悪いし、できることがあるなら手伝うわよ。ダメよ、絶対ダメ。くれぐれもあなたたちは動かないように。情報を探るのも禁止よ。いらぬ疑いをかけられたくなかったらね。いらぬ疑い？一体どういうことだい？そうね。ナビ君。すみません。でもこの際正直に言っちゃった方がいいんじゃないですか。一方的にこっちの要求を押し付けても彼らだって納得しないと思いますし。そうだな、こうなってしまったからには仕方がない。ナビ君、説明は君に任せるよ。はいはい、お任せください。これから言うことは君たちにとってなかなか衝撃的なことだと思うけど、落ち着いて聞いてね。前にも言ったけど、出口さんと私はアカシックを作った組織を調査してるエージェントなの。そして現在その組織の内部に潜入しているのよ。いわゆるスパイ調査員ってやつね。だからアカシックにも正規でログインできてるの。すごいでしょ。でね、その内部調査をしている中でサイバーテロ計画の実行部隊として存在が浮上しちゃったのがあなたたち、ジャッジメント7だったのよ。ちょっと待ってよ、サイバーテロ？冗談じゃないわよ。私たちのどこがテロリストだって言うのよ。それは言えない。調査に関わる部分だからな。だが君たちの経歴や人間関係を調べた上で導き出した答えなのは確かだ。終わりはじめ、早瀬浅野、早瀬優の、海野優太、タチアナ・アレクサンドルブナ・シャラポバ、結城夏美、美咲玲治、君たちジャッジメント7には怪しい点がいくつもあるんだ。まあそんなわけで君たちのことはしばらくマークさせてもらっていたんだよ。ほら、非常に遺憾だな。我々をマークして調べていたなら俺のクリエイターネームだって知っているだろう。
ちゃんと終わり世界と呼んでもらいたいものだね。世界の言う通りだ。海のユータは現世での仮の名、我が輩の真の名はイルカ2号なのだ。シュー！シュー！まあ心配しないでね。私も出口さんも今はあなたたちのことを本気で疑ったりしてないから。この数週間監視を続けた結果、あなたたちはテロ計画とは無関係だろうって結論を出していたところなのよ。だが JK マークが現れるという不可思議な事件が発生してしまったからな。上からは君たちを再マークするよう命令があったんだ。結局新世界を作った組織ってのは一体何なんだ。あれほどの世界を作り上げるのはそこらの企業のなせる技ではないだろう。そしてそんな組織を追う君たちもただの民間のエージェントとは思えないがね。すまないが、それを教えることはできない。そうかい。さて、そろそろおいとまするとしようか。長居するのも悪いしね。カレー、ごちそうさま。まさか私たちが監視されていたなんて少しも気づかなかったわ。正直いい気分じゃないわね。それにしても私たちの怪しい点って何だったのかしら。私も言うのも別に怪しいとこなんてないわよ。だとしたら、あ、もしかして終わりとか、あんた昔何かやらかしたんじゃないの。さあ、記憶にないんだがね。わあ、あんた、やっぱりなんかやらかしてんでしょ。吐きなさい、吐け、この変態。まあまあ、お姉ちゃん落ち着いて。いくら世界さんが変態さんだからって出口さんたちに怪しまれるようなことはしてないと思うよ。その通りだ、ユーノ。俺はあくまでも人に害を与えないクリーンな変態だからな。うわ、よく言うわ。日頃から私たちにセクハラ発言してるのに。まあ、終わりじゃないって言うなら、あとはイルカとか？あんた、見るからに怪しそうじゃない。うん、自慢ではないが、週に一度は職質を受けている。やはり警察も我が輩の暗黒なるオーラに脅威を感じているのだろう。警察も余計な仕事が増やされて大変ね。じゃあ誰よ。レイジはビビリだから大それたことなんてすると思えないし。タチアナみたいなお子様があいつらに怪しまれるようなことをするわけないし。お子様とは聞き捨てならないのだ。タニャだっていたずらの一つや二つたしなんでいるのだ。例えば何を。そうだな、例えば人のアイスを勝手に食べて空箱だけ冷凍庫に入れておくのだ。ああ、一応自己申告しておくけれど、私も怪しいことなんてしてないわ。そんな暇があったらイラストの一枚でも仕上げたいもの。では一体何が原因で彼らに監視される羽目になったのだろうな。
互いを詮索しても仕方がないよ。ひとまず疑いが晴れたのだからよしとしようじゃないか。うん、みんなを疑うのは嫌だしね。それよりも問題は A ちゃんのことだよ。ユーノたちは A ちゃんを探しちゃダメなんだよね。出口さんやみやびさんも言った通り、待ってることしかできないのかな。そうね。だって私たちが動いたらまずいのでしょ。テロ計画に絡んでるなんて、そんなありもしない疑いをかけられるのはごめんよ。そうそう、それに黒服たちのこともあるし、下手に関わってあんたを危険な目に遭わせられないわ。うん、まあここは現実世界だから、そうだよね。さん、やっぱりヤッホーレイジッチ。いや、あまりに普通すぎて逆に浮いてたくらいだから気になって声かけてみたけど正解だったわ。なんでこんなところにいるんですか。え、そんなの用があるからに決まってるじゃない。あの、一体何のためにここへ。別に、ただ知り合いに会いに来ただけよ。ちょっと話したいことがあってね。というか、レイジッチも来てるなんて偶然ね。サークルか何か。いえ、補習レポートを出しに来たんです。そっか。まあ、君ってリア充の中でキャンパスライフをエンジョイしてるタイプじゃなさそうだしね。それにジャッジメント7の仕事が忙しくって、サークルなんてやってる暇ないか。あ、レポートを出すなら校舎の中に入るのよね。それじゃあ一緒に行きましょう。え、なになに、もしかしてみやびさんと一緒に歩くのが嫌なわけ。いや、そういうわけではないんですけど。一応言っておくけど、別に君を監視してるわけじゃないからね。昨日も言ったように、私たちは君たちのことは白だと思ってる。もう監視対象じゃないわ。本当に知り合いに会いに来ただけだから安心して。それに一緒に行こうって言ったのは、多分行くところが同じだからよ。補習レポートを提出しに行くってことは、君も教授の部屋があるとは行くんでしょ。はい、みやびさんも教授のところへ。うん、でどうせだったらレイジッチに案内してもらおうかなって思ったのよ。わかりました、それじゃあ行きましょうか。なあなあ、ニュース見たか。ああ、ニュース？ JK マーク事件だよ。あれやばくね。ああ、そのことか。なんなんだろうな。やっぱ電波ジャック？
つーか、昨日俺のパソコンにも出てきたんだけど。ゲームやってたらいきなり画面に JK って出てさ、マジビビったわ。ねえ、昨日私のスマホに JK マーク出てきてさ。え、本当？スクショ撮った？うん、でも画像には映ってなかったんだよね。なんで？すぐ消えちゃったとか？わかんない、ちゃんと撮れたと思ったんだけどな。JK マーク、確か8月1日に日付が変わってから都内各地で目撃されるようになったのよね。そのマークはテレビやスマートフォン、 PC、 さらには駅の電光掲示板や証券取引所に至るまであらゆるモニターに突然表示される。目撃情報はかなり多いのに記録に残せた人はいない。不思議よね、目では見えてるのに写真や動画には映らないなんて。レジッチもそう思わない？え、そうですね、さっきすれ違った女の子もスクショが取れなかったみたいですし、誰の仕業か分かりませんが、そんなことってできるんでしょうか？それはマスコミなんかが今頃都内を飛び回って調べてるんじゃない？まあ実際に被害が出てないからそこまで大騒ぎにはなってないみたいだけど、ネットの盛り上がりの方がすごいみたいだしね。そうそう、 JK って意味も謎よね。やっぱり何かの略なのかしら。巷ではいろんな憶測が飛び交ってるみたいだけど、君はどういう意味だと思う？マークの意味ですか？女子高生ですかね。女子高生ね。レイジッチ、回答が平凡すぎるよ。時間かけて考えた割に普通じゃない。君、ゲーム会社で働いてるんでしょ？だったらもっと面白いこと言わないと。そんな大喜利じゃないんですから。ちなみに宮城さんは何だと思うんですか？私？ジューシーかけフライ。あれ、美咲じゃね？あ、やっぱそうじゃん。試験前に会って以来だっけ？ああ。何このメイドさん、すっげー可愛いんだけど。幼女の次はメイドかよ。美咲ってば趣味に偏りありすぎだろ。おいおい、どこのメイド喫茶から連れ出してきたんだよ。っていうか、ああいう店って同伴とかあんの？違うから、断じてそういうのじゃないから。この人は。私はメイド喫茶のメイドじゃありませんよ。レイジ君の専属メイドです。ちょっとミヤミさん、何やってるんですか？もう、サンはいらないっていつも言ってるじゃないですか。敬語も使わなくていいんですよ。あなたは私のご主人様なんですからね。
専属メイドとか、同じ大学生なのに次元違うわ。ゲーム会社って儲かんの？メイドさん雇えるぐらい儲かっちゃうわけ？俺も入ろうかな。お前ら落ち着け。あの美咲がメイドなんて雇えるわけないだろ。これはそういうプレイなんだよ。マジか。それはそれでありだな。いやなしだろ。もし本当だとしたら俺大学で何やっちゃってんの。とにかくこの人は俺の専属メイドでも何でもないからな。だったら一体何なんだ。それはそう、通りすがりのコスプレイヤーだ。おいおい、言い訳にも程があるぞ。嘘嘘、私はレイジッチの専属メイドでもそういうプレイの相手でもないわ。彼とはただの知り合いよ。ちょっとからかっただけ。なんだ、そうだよな。美咲がこんな可愛いお姉さんと付き合えるわけないよな。そうそう、金もないし。お前、あの人のこと今度紹介しろよ。絶対だぞ。わかったな。みやびさん、何やってくれちゃってるんですか。ごめんごめん、ついからかいたくなっちゃって。ほんと笑い事じゃないですからね。早く僕の印象が変態男になるところでしたよ。まあまあ、そんなに怒んなくたっていいでしょ。ちゃんと誤解は解いてあげたじゃない。それに君だっていい思いしたんだし。いい思い？そんなのしましたっけ。悪い思いならたくさんありますけど。やだな、忘れちゃったの？あんなにギューって抱きついてあげたのに。それじゃ、私はこの先に用があるから。レジッチ、案内ありがとう。とっても楽しかったわ。なるほどね。テレビのニュースで報道されているし、学生が盛り上がるのも容易に想像がつくわ。ネットでも話題になってるもんね。 SNS なんかだとすぐ拡散されちゃうし。まさか我が輩の設定が現実のものになるとはな。嬉しい反面ゾッとするものがある。だが PC がハッキングされたのでもないのなら、どこから情報が漏れたのか。データが盗まれたんじゃないなら、イルカさんの頭から盗んだとか。まさかいつの間にか宇宙人に誘拐され、我が輩の脳から情報を引き出されたのか。イルカ、エイリアンに誘拐されてたのか。あ、よく生きて戻ってきたな。さすがにそれはオカルトに走りすぎです。もうちょっと現実的に考えましょうよ。あなた、みやびさんには JK マークの正体を言わなかったのよね。はい、またサイバーテロの実行部隊に疑われたら困りますから。そうね、その判断は正しかったと思うわ。あの人たちのことを信用できない今、
下手に情報を与えない方がいいし。でも JK マークの正体を知ってるのは僕たちだけなんですよね。このまま放っておいてもいいんでしょうか。無論放ってなどおけんな。 JK マークはイルカが考えたワールドエンドヘブンの設定だ。ここは制作者であり著作権者である我々ジャッジメントセブンが事件を収めるべきではないだろうか。その通りだ。世界今現在設定の一人歩き状態が続いている。ストーリーがあってこそ設定は生かされるのだ。この伏線どうにか回収せねばなるまい。まあこのまま見て見ぬふりをするのもどうかと思うし賛成よ。ユーノも賛成だよ。ジャッジメントセブンの設定が事件に関わってるならみんなで解決した方がいいと思うし。しょうがないからターニョも手伝ってやるのだ。こんな状態が続いたらおちおちゲームも作れないのだ。現状は JK マークが表示されているだけだけど、これからどうなるかわからないわ。早めに手を打っておくべきね。僕もそう思います。このまま放っておくわけにはいきませんよね。ではこれより JK マーク事件の捜査を行おうと思う。まずは世間がどういう反応をしているのか街に出て自分の足で調査をしてほしい。まあそうなるわよね。特に手がかりがあるわけでもないし。もしかしたらどこかのモニターに JK マークが出現するかもしれないから、そのあたりもしっかりチェックしておくように。あとくれぐれも派手な行動は慎んでくれ。どこで彼らが見ているかわからないからな。彼らって出口さんと宮城さんのことですよね。ああ昨日は俺たちをサイバーテロの実行部隊だとは思っていないと言っていたが、俺らの行動によってはまた怪しまれるかもしれないからな。わかりました。気をつけます。では準備が終わったら各自調査を開始してくれ。いたぞ。レイジ君、無事か。ヤッホー、レイジッチ。出口さん、みやびさん。なんでこんなとこに私たちがいるのかって気になると思うけど、話は後よ。奴らの統制が崩れた今がチャンス。逃げろよ。はい。こいつらは私が足止めしておく。ナビ君、彼を頼んだぞ。了解です。この中なら安全ね。みやびさん、足速いですね。まあ日頃から鍛えてるからね。君も若いんだし、もうちょっと運動した方がいいんじゃない？みやびさん、さっきは助けていただいてありがとうございました。いや、間に合ってよかったわ。緊急事態ってことで一人殴っちゃったけどね。
そういえば出口さんって大丈夫なんでしょうか。一人で残ってくれましたけど、あの黒服たち結構手強いんじゃ。それは心配いらないわ。見た目からもわかると思うけど、出口さんめちゃくちゃ強いから。あの人が本気で殴りかかったら怪我人だらけになっちゃうかも。そっちの方が心配ね。いえ、それって正当防衛の範囲を超えちゃうんじゃ。大丈夫よ、出口さんのことだから。騒ぎにならないようにうまいことやってくれてると思うわ。お疲れ様です。うまく負けたみたいですね。ああ、君たちが逃げた後、黒服たちと大立ち回りをしてな、かなり時間を稼ぐことができた。ちょっと、そんなことして大丈夫なんですか？後で問題になりません？もちろん本気でやり合ったりはしてないさ。それに派手にやった分、通りがかりの人間もパフォーマンスだと思ってくれたようだ。外国人観光客には拍手までされてしまったよ。出口さん、ちょっと楽しんでません？まさか。私はただ効率よく黒服を巻いただけだ。しかしレイジ君、災難だったな。仮想世界だけでなく現実でも黒服たちに追われるなんて。なんで僕を追いかけてきたんですかね。仮想世界の中では少女 A にしか興味がないみたいでしたけど。おそらく奴らも少女 A が見つからなくて焦っているのだろうな。そこで彼女とアカシックで接点があった君を捕らえて居場所を聞き出そうとしたのかもしれない。あの、他のみんなも黒服に襲われたりしてないんでしょうか。一応私たちの仲間を浅草中に配置しているけど、今のところそういった報告はないわ。そうですか。レイジ君、試験な目に合わせてしまい本当にすまなかった。君たちがもうアカシックに関わらなければ奴らも襲撃することはないと思っていたんだが、考えが甘かったな。ジャッジメント7が襲撃される可能性に気づいたのもついさっきだったの。それで慌てて君たちを探しに行ったってわけ。君たちにはこのまま手を引いてもらおうと思っていたが、この状況だとそれは難しいようだな。レイジ君、悪いが今からジャッジメント7全員をカフェイグジットに呼んでほしい。ここで全てを話そう。全てを。ああ、私たちが何者なのか、そしてアカシックを作ったのは何者なのか、ここまで巻き込んでしまった以上話さねばなるまい。わかりました。みんなに連絡してみます。ジャッジメント7の諸君、集まってくれてありがとう。電話でレイジ君から話を聞いたと思うが、先ほど彼が黒服に襲われてね、ここに緊急避難してもらったんだ。同じ話を二度も聞く気はないわ。早く本題に入ってちょうだい。
そうだな。早速本題に入ろうか。ここまで巻き込んでしまったんだ。いい加減こちらの正体を明かす必要があるだろう。私とナビ君は DIH という組織の職員だ。そしてここは DIH の秘密の活動拠点の一つなのだ。おいおい、 DIH ってあの DIH か。こいつは驚いたね。オワリさん知ってるんですか？はいはい、ユウナも知ってるよ。青魚に含まれてて食べると頭が良くなるやつ。ユウナ、それはドコサヘキサエン酸 DHA なのだ。そうなの？絶対そうだと思ったのに。